何っけ、ママの料理美味しいです。野菜とバランスのいい食事系でした。はししさん、だるまさんありがとう、来てありがとう、はじめまして、いつも言ってるよ。恋はやってまして、テンション高いな、なんか嬉しい。シナモン、シナモンいるよ。シナモンは君のそばにいるよ。はじさん、だるまさんありがとう、こんばんは。生誕ってまだ出てないね。東くんハートありがとう、こんばんは。なんかお見送りでぴょんぴょん飛んでるの、はにゃ。さゆきょんさん、こんばんは。しきんさん、うん、マリンさんの配信見てた。ユナくんの話題、どういう話題ですか。東くんハートありがとう、こんばんは。正探偵はかっこいい系です。なんか男性でも女性でも着やすいように、かっこいい系やったら多分男性でも女性でも着やすいかなと思って、そういう意見をいただいたので、誰もが着れるような、もう普通に着れるような正探偵にしました。ゆなくんが見送りの時ぴょんぴょん飛び跳ねて地震が起きて、やめてくださいマリンさんディスられている。こんばんは、はじめまして。正探偵ワクワク、お疲れ様、やっほー。髪の毛長い子やったら正探偵ってさ、後ろの文字も隠れるからね、隠しちゃやだけど毎度やっほー。なんか NNB のさ、ショールームが始まりますよね、ショールーム企画。すごい、急に NNB ショールーム。こんばんは、みんな優勝、みんなのための企画。8期生のオーディションで大型新人が加入。ああ、あきら先生や。うわあ、何ですかその顔文字は面白、こんばんは。何食べたんですか夜ご飯イタリアンですか。おお、初めて俺を信じてくれるメンバーだってなんかアバターがアキラ先生じゃないの面白い。こんばんは。あきら先生なんでショールームしてるんですか噂では聞いてたんですけど、早川さんこれからもお願いいたしますって言ってる。
本物かなと疑われている。アシチハートありがとうございます。昨日アキラ先生のこと話してました。何でしたっけなんで話した。アシチハートありがとうございます。ナナンこんばんこんばんは。あれもう見てないのかなアキラ先生。それかお疲れ様です。こんばんは。やめてください。アキラ先生に褒められた話なんてもうそんなんしてませんよ。ショールームで。東区アイスクリームありがとうございます。あ、そうです。あの。キラ先生のいいとこばっか言ってました。ショールームで昨日は確か、うん、でアキラ先生おらんくなった気がする。ふう、なんか緊張しますねやっぱり先生が見てたら。カラシさんハートの3連打ありがとうございます。ユナを褒めただと俺がってそんなん言ってないです。ユナがあのアキラ先生のいいところを話してただけです。きっとそれをファンの方も勘違いして。危ない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 。なんかお疲れ様ありがとうございます。皆さんちょっと何でもかんでもコメントしちゃダメよ本当に。何でも話してたこと。アイスチハートありがとうございます。やめてやめて本当に。バレバレ。汗、冷や汗かいてきた。東くん、バラさんありがとうございます。コテージさんお日様ありがとう。コテージくんハートありがとう。やっとアキラ先生消えた。きっとカット。はじめまして初見さん。緊張しました。泉ちゃんハートありがとうございます。まだいます。もういいですよ。もうあきら先生早く麻雀やってください。麻雀こんばんは。いや、ほんまアキラ先生面白い。先生麻雀的多分応募しないですよ。そんなんいらんって言いそう。早くユナのことをおしめにしてくださいアキラ先生。はじめまして受験さん。こんばんは。今日のアンコールガール受かってありがとうございます。こんばんは。
近マリンさんがユナナに地震が起きて聞きました、その話を。けどマリンさんの口からユナナンという文字が出てきただけで嬉しいです。マリンさんラブ、こんばんは。いや、キラ先生のファンの方の数めっちゃ多いです。キラ先生人気。なこちゃんハートありがとうございます。こんばんは。なんかもう秋田先生言ってないか、なんか余計なことというか、あの他のこと喋られ、余計なことというかなんか言っちゃいそうで。こんばんは。緊張するじゃないですか。なっちゃんちゃん花束ありがとうございます。あ、大喜利、大喜利、大喜利の答え。こんばんは。ビビってないですよ、余計な。まだ見てる。もう、大喜利今日何してたの？撮影とアンコールがあるでした。こんばんは。いやけど、あきら先生考えたら MC ログもあるので、あきら先生に大喜利考えてもらおう。じゃあ、え、あきら先生何がいいと思いますか？大喜利。8期生オーディションで大型新人が加入、どんな新人？こうちくんハートありがとうございます。今考えてはるんかな、キラ先生。早く答えてください。こいちくんハートありがとう。大喜利か、俺に話を振るなやって。いや、笑いのセンス、キラ先生めっちゃあるじゃないですか。どんな新人？え、なんだったっけ？8期生が入ってきた。どんな新人？8期生オーディションで大型新人が加入、どんな新人？あきら先生みたいな新人。あきら先生、あきら先生に憧れて入ってきた8期生。よくないこれ。あきたん可愛いですって言われてますよ、あきら先生。こんばんは。すみちゃんいいね、ありがとうございます。あきら先生が8期生。こんばんは。キラ先生みたいな名言を言いまくる8期生。あ、撤収してくださるそうです。あきら先生ありがとうございました。またカッさん、だるまさんありがとうございます。こんばんは。
のびのびと。皆さん、俺的には今のユナの成長に期待してるので注目。ちょっとスクショ撮っとこ。ちょっとこれは本物のあきら先生の言葉だ。コテチカアイスクリームありがとうございます。嬉しい、あきら先生がそんなこと言ってくださるなんて。本物ですか？ちょっとゆななが出てる公園行ってみたいな。ありがとうございます。コテチコアイスクリームありがとうございます。はい、よかったです。お見送りかアンコールガラム参加して、ユナも参加したい。心の中で参加してるからね。あきら先生ありがとうございます。本当にありがとうございます。みなもロールちゃんかわいい、ありがとう。いやー、あのね、言葉をスクショしたので今度あきら先生にあのほんまにこれ本物でしたかって聞いて確認が取れたら。いやー嬉しいですね。やっぱりナナが一番可愛い。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い天使みたいだって。嬉しい、ありがとうございます。今ですか？けどね、あの言い方めっちゃあきら先生なんですよ。こないだもね、あれをね言ってくださったので絶対本人でしょう。髪の毛ツヤツヤ綺麗だな、ありがとうございます。こてつくアイスクリームありがとうございます。嬉しい。いや、なんか意外とねそういう時は素直に多分言ってくださるんですよ、あきら先生きっと。こんばんは。なんか今までほんまになんか褒められた記憶がなかったので、最近なんかそう言ってくださってもいいのもなんか頑張らなきゃ本当に。もっとね、カスさんハートの3人でありがとうございます。そうやって見てくださってる方もいるんだなと思った。本当に追い出そうとしてないです、本当に。今までほんまファンの皆さんぐらいにしか褒められたことなかったので、嬉しい。なんか前まではね、目の前のことをがむしゃらにただ頑張るって感じだったんですけど、今はなんかその目標に向かって、その何か自分に足りないものを追い求めてる感じですかね。なんかちゃんと自己を見つめれてるっていうじゃないですけど。明日ハートありがとうございます。逆に今まで見れてなかったなって最近になって思います。今だから気づけることだけど。1年経った今こんばんは。めっちゃくねなんぞってきなだけど頑張り屋さんでかっこよかったのって、ありがとうございます。試験さん頑張りありがとうございます。偉いな、ええなやって嬉しいです。最近こうやってね、今までよりもなんか試験さんとかもコメントしてくださるようになってきて嬉しい。
ついにユナの時代が到来しましたか。あのショールームがフューチャーっていうんかな、フューチャーされてるようにショールームとのともにユナもフューチャー。自分を見つめられるぐらい成長できてるってすごいこと。俺も頑張れって。ダイエットするの？ユナもしなきゃ。前髪決まってんの？本当に？明日はユナセイタの当選発表か。ドキドキやな。でも到来してるよって優しい。けどなんかさ、昨日さ、そのさ、あきら先生に褒められた話してからのさ、今日この言葉、あきら先生が言ってくださったから、やっぱ嘘、真実つ告げた通りだったでしょ。ね、本当のことしか話せんから。なんか説得力がつきましたね。ニヤニヤ止まります。ユナなんと恋したすぎてうずうず嬉しい。コテツくん、タコさん、ありがとう。パフォーマンス好きや。かっこいいのもかわいいのも。嬉しいです。主権さん、ありがとうございます。夜ご飯ね、なんかね、さっきの酢のなんかひつまぶしじゃないの、なんかあの料理名を忘れたので、明日言うね。なんかで今日変わった食べ物で、料理名なんだったっけ。南蛮漬けじゃない、ちらし寿司みたいな感じ、どちらかというと。それとそうなんですよ。昔南の美味しいお店で NNB の話してた先生に声かけられて、すごい偶然。皆さんお店で NNB の話してたら声かけてもらえるかもしれないですよ。ユナ最近の癒し、やだー、嬉しい。これからもっと応援してくれるんですか、嬉しい。声裏返ったけど。よかったらツイッターとかも見てくださいね。おいしそう、たくさん食べて元気そう。うん、元気。こんばんは。ユナほんまにびっくりするぐらいね、熱とか風邪とかひかんくて。笑顔が素敵になってありがとう。こんばんは、こんばんは。いやけどね、 NNB 内でなんか自信があるものというか、いな、体力結構いいの、 NNB 一な気がします。こんばんは、のみおくん、たこさん、ありがとうございます。最高の笑顔だ、やった。最初はなかったんですけど、ユナも体力けど、やっぱ公演していくうちに体力つきました。
体力に自信がないので体力つける方法、けどやっぱ体力つける方法はいっぱい食べることですね。やっぱスタミナないと動かないし、エネルギー、ガソリンがないとね。うん、元からいっぱい食べて生まれてきたから、いっぱい食べて成長してきたから、なんかめっちゃ健康体な体の気がする。明日ハートありがとう。ほんまに食べ物は皆さん気を使ってください。はじめまして。自分も劇場公演出て体力つけたいの、なんだとして実践してください。ボーイでね、唯一ね公演出られるのは金子さんぐらいなのでね、金子さんの位置になれるように頑張ってください。散歩は散歩ね、犬ちゃんとか飼ってたらするかもしれないけど、散歩最近行かないな。バランスいいのが、野菜はよく食べますよ。一応考える、あの黄色と赤と緑の3色のバランス。猫と散歩、アッチャハートありがとうございます。こんばんは。久しぶりになんかの配信間に合いました。ありがとう。たくさん食べる。ニコニコ。うんうんうん、一人暮らしなんで弁当茶色の食べ物しかなくて笑ってる。やっぱね、お弁当ってね、確かにあの野菜が不足しちゃう、生野菜大事だから。かわいいお部屋、本当にやった。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。褒められて伸びる子、その名も18歳、名探偵ゆなな。フォローしました、ありがとうございます。通知来なかった、プチトマトで無理やり野菜取ってる。えらいえらいえらいよ。ワンバンコニコニコよ。うん、本当にね、自分のダンスにね自信がなかったから、もうびっくりを褒められちゃって、まだ引きずってるやつ。母さん、ハートのサリンでありがとうございます。ひななもエラエラ使ってる。何エラエラって。つるきちくん、とりさん、何とりさん。シナモンロールさん好きです。うなくんでテンション高い時と低い時の差が分かりやすくて笑う。いや、そりゃそう言ってるよ、単純人間の、もほんま単純人間だから。の喜怒哀楽が激しくてももろに顔に出る人、もろに顔、気分屋だ、気分屋。エンドロール。いや、なんだ、大好きです。やったー。
強烈かわいい公園行きたいだって。キウイは栄養の塊なの知ってた知ってた。てかね、あのね、元からね知ってたの知ってたんですけど、あ、元からいいのは知ってたんですけど、今日ちょうどシオンさんにもね、あの美容の秘訣聞いた時に夜にキウイ食べるようにしてるって言ってました。ちょうど私も単純に、ね、現中で言うのがニコニコしてて幸せ。単純人間単純人間単純人間やっほー、早くナナに会いに行きたい。いやー嬉しい。エナは早くお話し会したい。もう待ってない。いやもう、もう次何着よっかなとかもういろいろ考えてるね。楽しみ。いつかな、予想してるんだけどな。の肌めっちゃきれい。なんでなんで急に急にやった。マジで待ちきれん。本当に今月してほしい。冬また1月とか。ちょっとサリーのやつね、ちょっとあげないとね。めっちゃあるなほんまに。シングルいつかな。冬はお部屋でぬくぬくお話し会こたつお話し会とかリアルでなしたいな。リアルやったらなやばいな。最初当たってないからダメかも。どういうこと？当たってほしいな。今年こそ誕生日当日ね。うん、メールの返信も嬉しいよ。ありがとう。ねえ、タコ、コインダコ止まった。危ない危ない。タコタコ嫌なの。メール取るの本当に。そう、ゆいなさんとねもうずっとねご飯行きたいですねって言ってるんですけど、タコタコ。あしちゃんハートありがとう。そう、イナナのラブレター、イナナのハッシュタグ、イナナのラブレター、モバイルメールのことですよ。イナもモバイルメールが始まった時からイナナのラブレターとも一瞬でね、そう思いついた。イナナラブレターにしようと思って。いいでしょう。イナナラブレター。イナちゃんどうしたの。こんばんは。 TikTok は明日あげるね。もうあるんだけど、買ってるんだけど、買ってるじゃないわ、撮ってるんだけど。イナちゃんのムームたらきさんね、本当にありがとう。石ややさんハートありがとう。 TikTok
そう、ゆいなさんとはびっくりするぐらい共通点も多くて、最近ゆいなさん大人っぽいですよね。もうしてくれたのありがとう、こんばんは。はい、ふわりんの TikTok に出張してきました。出張投稿を見てください。ふわりんの TikTok 村へ。しんしんさんに、ミルさんにね、しんしんさんに似てるって言われたことあります。顔が、ミルさんに、白間ミルさんに。アンコール初のありがとうね、こちらこそありがとうございます、見てくださいまして。コテツくん、タコさんありがとうございます、こんばんは。でミルさんとの対談の時に、ミルさんが「ユナなんてシンシンと似てるよな」みたいな感じで言ってくださいまして、マネージャーさんが「そうか」みたいな話をしてました。目元が似てるって、本当ですか。ナンバーワングランプリまだ考えてないです。ゆっくり考えたいと思います。あれって何個でも投稿してもいいんですか、わかんないんですけど、どうなんですかね。わあ、眠たくなってきた。こんばんは。フォローしたのは少し前でした。ありがとうございます。こんばんは。生誕祭とか行ってみたいねんけどって言ってくれてる。嬉しいです。ありがとうございます。はじめまして、初見さん。あきら先生、和田さんの配信も行ってるんですか。みんなのとこ行くじゃん、あきら先生。こんばんは。あきら先生はみーたん大好きだからね。こんばんは。体大事にね、だって優しい、ありがとうございます。石ややさん、ハートありがとうございます。知らん、やっほー。コロナでなかなか来いけんけど応援してます。だって嬉しい、全然嬉しいです。応援しようと思ってくれるその心が私はとてもとても嬉しい。ありがとうございます。アシちゃんもハートありがとう。なかなか会えないけど誰よりそばにいる。パクパク、楽しみですね、次の超絶かわいい公演。みゆちゃん、ほうれん草の話してた。握手会が再開する世の中になってくる、それな。ユナの MC 好き、女ですか、嬉しいです、ありがとうございます。見に行きたい、けんさんありがとう。こ
てつくん、アイスクリームありがとうございます。味噌汁食べたいの？アヒルじゃない、こんばんは。釣り？前髪長いよね。昨日生誕までに切るね。コテツくん、クリさんありがとうございます。おがなりくん、ハートありがとう。ねえ、ねえ、ドローしちゃうの？バイバイ。ピュアらしさが生誕たるようにみんなにおまじない。あったれあったれ生誕祭、ピュアら全員あったれあったれ。じゃあ、こんばんは。お昼の分と今日の夜の分、麻雀するかもしれない。お知らせするね、またするとき。ゆしみつちゃん、買いますか？アバター。さっきの昼、1位ナッツンツンだったよね。このまま了解。あゆたん、ハートありがとう。そうです、ありがとね。誕生日の日にさ、カラオケ配信しよっかな。カラオケ配信いつしよう。ねっちゃん、こんばんは、こんばんは。やってるよ、麻雀。目こんなんなりながらやってる。眠ったって、眠ったって。こんばんは。
本当だね、涙サプライズ、涙サプライズ、キラリ光る。楽しみやけど緊張してきたよ、ゆなくん単生誕祭。あ、けど考えたら目の前ピューラーさんだらけやんな。緊張しないかもしれない、案外普段の公演より。どうなんだろう。19日に19歳になるんです。そうなんです、皆さん9月19日19時19分は、あ、生誕やってる時かな。ミリキーさんと一緒、そうなんだ。なんかミルキーさんと同じ誕生日ってだけでなんか自信が湧いてくる。すごいミルキーさん。涙サプライズ。はい、できました。19まで順序を。 Twitter 新しいアカウント作ったリップするね。ユナ専用のアカウント、楽しみ。ユナのアイドルになるべく生まれてきたんだね。だって嬉しい。こんばんは。そっか、夜の9時19分。こんばんは。今日も世界で一番好き。やった、ユナなんて同い年で身長も同じぐらいで、運命運命、嬉しい、同い年、ありがとう。日曜日にカラオケ配信お願いします。もっとも9月19日誕生日一緒だ、一緒屋さん。
パラさんありがとう。先端申し込みいましてありがとね。じゃあランキング読んでくね。13位はオガナリク、ありがとうございました。今日もありがとう。12位シャンハッピーくん、ありがとう。ハッピー。チッチ東太郎、東太郎ありがとう。次はナベちゃん、ナベちゃん今日もありがとうね。キーはあゆた、ありがとう。あゆたピュアラ新人で書いてる。一生懸命愛らしいその姿を見て気づけば好きになってました。嬉しい、ありがとう。あゆたんそんなコメントを書いてくれてたのね。8位カウキ、カウキありがとうね。7位ビョンビョンビョンちゃん、ユナのことを真似したがりのビョンちゃんありがとう。6位は泉ちゃん、ツイッターの楽しみにしてるね。5位はハシシさん、今日もありがとうございます。ハシシさん。4位はアスチャー、毎回欠かさずありがとうアスチャー。そして2位はコテーツくん、ありがとうございました。コテーツくん久しぶりの2位ありがとう。そして今日のお昼1位だったなっつんつん、ありがとう。遅くなってごめんね書くの。そして今日の夜もサインありがとうなっつんつん。もうなっつんつんはねピュオラ研究室じゃないよ。そして入り1位はヤシミツちゃん、恋のおまじないゴーゴーユナナン、ここで和んでゆななん。ヨシミツちゃんありがとう。おまじないしたのできっと当たるでしょう。ココナさんに会いたくなってきました。何日会ってないだろう。チキンさんありがとうございました。でピューバブさんの一言、僕もここで和みたいと思います。麻雀するなら告知します、見といてねツイッターで。では最後まで見てくださいまして本当に本当にありがとうございました。また明日も、すいません最後にスクショタイムしようかな。ぜひぜひツイッターいっぱいピオカツしてください。ハッシュタグピオカツ見てるし、あのおやすみなさい、ありがとう。ラブレターの返事も見ますね。いつもありがとう。おやすみピーぴょんぴょん、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさーい。